どうも皆さん、チャオ、モカです。ということでね、今回はブラッククローバーの最新話、ページ252、水の聖戦ということでね、こちらを簡単に見ていきたいなと思います。前回ね、ついにこのバニカとの対面ということで、そこからね、戦闘になっていってるわけなんですけど、いきなりノエルの水創生魔法、海竜の方法ということで、いきなりこれがね、海戦一撃ってことで炸裂するわけなんですけど、術式に関しては使ってないですね。いつも通りが使っていっているって流れではあるんですけど、あのコミュニティの方でね、考察外れたところと当たったところがあるっていう風に言ったんですけども、外れたっていう風に一瞬思ったんですけど、なんか、ね、それ違うかもしれないですね。なんかワンチャンそれに一歩近づいてしまったっていうね、流れになってるかもしれないんで、まあ、それに関してはねちょっと後でお話をするんですけど、まあ、これ、ね、ノエルがカイルの方向を打った後についにねバニカの魔法が見れるということで、なんとねバニカが使うのは血液魔法、赤いケラモノということでね、血液でなんか化け物みたいに作り出して、それでなんかカイルの方向をね砕いてるんですよね。何今のヘビ攻撃っていう風にめちゃめちゃ怖い目してね言ってるんですよね。で、まあノエルは焦ってるわけなんですけど、でミモザに関してはこのベロリンガーですよ。ベロリンガーがベロでねミモザをクーグル巻きにするわけですね。で、ドゥハー、君たちの相手はお出がしてあげるからっていう風にまあ言ってるわけですよね。で、まあそう言ってる隙に、先ほどの攻撃に相馬仮想の種を紛れさせておきましたわ、このカエルさんは私に任せて、お二人は悪魔つきよっていう風に、まあミモザがね一人でこのベロリンガーを相手していくということで、体中がね草だらけになってるわけなんですけど、まあ、ノエルがねミモザっていう風に言ってるんですが、まあミモザがね任していくということで、でもこの次になんか後ろにウンディーニャみたいな影があるんですけど、何かのね攻撃が飛んでくるんですよね。これは水魔法の攻撃なのかな、なんか飛んできて、まあベロリンガーのね頭がザクッと割れるんですけど、ドホホバニカ様の魔法どっちも最高っていう風に言ってるんですね。では血液魔法と呪符魔法、ロロペチカが言っていた通り、あいつはっていう風に、まあねノエルがちょっと思い出してるわけなんですけど、でもロロペチカがねちょっとボゲーとしてないで、ボゲーとしてて、ちょっとロロペチカっていう風にノエルがね喋りかけるわけなんですけど、あ、ファイ、すみません、ちょっと調べ物してましたっていう風にまあ言ってるわけなんですけど、それよりスペードのっていう風にノエルが聞くと、あ、はい、そうでした、ダークトライドは自分の魔法とついている悪魔の魔法、2つの属性の魔法を使いますということで、まあ悪魔月が2つの魔法を使ってくるっていうね、まあ、これに関しては別に考察っていうほどのねレベルではなかったんですけど、まあこの2つ使っていくっていうところでは当たってるっていうところですね。まあアスタがこの自分が悪くないから魔法使えないっていうのがあるから1個しか使えないっていうのはあるんですけど、本来ね悪魔月は2つ使えるんじゃないかということで、まあまあ使っているっていうところですね。バニカとミゲケラ2人とは一度戦っていますので、対策をし戦術を練れます、それに向けて修行しましょうということで、ノエルに関してはこのねロロペチカの元でバニカとメイケラと戦うための修行をしていたということで、でもねバニカも楽しんでるんですよね。あ、さすがロロペチカちゃん、ダンテニーとゼノンも今頃楽しんでるのかな、けど私が一番いいとこもらったよね、ロロペチカちゃんだし殺していいんだしっていう風に言ってるわけですよ。完全に殺しに来てるっていうね流れではあるんですけど、今回のね冒頭からちょっとバニカにはアザが出てきてるんですけど、この首元からアザがねこうブワーって出てきてるんですよね。でもこのアザに関してはちょっとまた後で話すんですけど、そこに関してはね考察がちょっと当たってるというか外れたかなと思いきや、そこがちょっとね近づいていってるって流れではあるんですけど、世界中魔法と闇魔法も楽しそうだけど殺さず連れて帰んなきゃいけないなんて面倒だもんね、アハハハって言いながらこのね作り出した赤い獣物に乗ってるわけなんですけど、でまあノエルがね闇魔法ですって、今の話どういうこと、他のダークトライドは何してるのよっていう風にまあ聞くわけなんですけど、はなんであんたに教えなきゃいけないのよっていう風にバニカが冷めた目で見るんですよね。でもロルペチカが世界中魔法、闇魔法って言いながら脳内でね検索をかけるわけですよ。なんかこれ仮面ライダーダブルみたいな感じになってるわけなんですけど、ハート王国王女は歴代の王女の力、すなわち知識経験も受け継いでいる、その膨大な情報量こそ全知の巫女と呼ばれるゆえんであるっていう風に言ってるわけなんですけど、この精神内でなんかねすごい巨大な図書館みたいになってるんですよ。でこっから図書館というかなんかデータベースみたいなのがあるんですけど、そこからまあ情報を取り出すと、でまあ本を取り出すわけなんですけど、でここでこのクリフォトの木についてみるわけですね。でなんてことっていう風にボソッとつぶやくわけですよ。そしたらノエルがロルペチカっていう風に聞くと、彼女たちのダークトライアドの思いのままにしておくと、この大陸の9割以上の人々が死に世界は終わってしまうっていう風に言ってるわけですね。でまあねノエルがなんですってって驚いてる
るとロルペチカがなんでそんな恐ろしいことが人間も滅びるんですよっていう風にバニカに言うわけなんですけど、バニカはそこで生き残る強いやつと私は血をたぎらせたいの、死んじゃう弱い人間に興味なしっていう風にもうね言ってるわけですね。もう狂ってるって感じはねするわけなんですけど、まあ先のことはいいから今は今を楽しもうっていう風に言いながらまたね攻撃に入ろうとするわけなんですけど、やはりこの人たちを野放しにしておくわけには絶対に行きませんって言いながら、すごいねこれは何のこの水が吹き上げるわけですよ、ロックアップストリームみたいな感じでブワーってなるわけなんですけど、だから今私たちがここで倒しましょう、世界の命運は私たちにかかっているって言いながら、ついに、ね、ロロペチカの魔法が出るわけなんですけど、マナゾーンプラスマナメソッド水精霊魔法ウーネデルミロスフィアということでね、超巨大ななんか水のなんて言ったらいいのね、これ巨大に、ね、水の空間みたいなの作り出すんですよ。でこれがマナゾーンと術式を組み合わせているっていうところで、サイズで言ったらどんぐらいなんかな、上にねウンディーネがいて、ウンディーネの体の中に空間作り出すみたいな感じになってるんですけど、サイズ的にはレオポルドのグレン噴火ぐらいになるんかなとかね思ったりするんですけど、なんかそれよりもでかいって可能性はあるんですけど、まあ、ついにねこのロルペチカの水精霊魔法を使っていくっていうところで、この水域はあなたの血液魔法の力を半減させ、そしてノエルさんの魔法をパワーアップさせるっていう風に言いながら、ここでねノエルの新しいバルキリードレスですよ、バルキリードレスマーメイドフォームということで人魚の形に、ね、なってますね。この前までの足があった感じではなくてもうヒレになってるんです、ほんまに人魚みたいな感じになって、そのままね槍でバニカをね貫いていくわけですよ。これ以上何一つあんたの好きにさせないわって言いながらチュッてやっていくわけなんですけど、でもバニカに関してはねあはやるじゃんっていう風に言ってるわけですよ。でこのね最後のコマですよ、最後のコマでここがねちょっと僕の考察が近づいてきたんじゃないかっていうところなんですけど、さっきまでねこの辺からアザが出てたんですよ。でも今回に見てみると眼帯の中からアザがねプシャって出てるんですよね。これまさにじゃないですか、右目にこれ悪魔の力宿ってるんじゃないかっていうねところにちょっとね一歩近づいたんじゃないかなって僕思うんですよね。今回ね全くこの眼帯とか右目を使ってこなかったんで、ただの眼帯なんかなって感じもしたんですけど、まあ、血液魔法を使ってきたっていう流れもあるので、これ右目関係ないんかっていう感じはしたんですが、まあ何回か動画でこの右目にメギキュラの目宿してるんじゃないかって話をして、でまあその先週ぐらいに出した動画かな、それで赤眼魔法的なやつなんかなみたいな話をしたんですけど、まあそれ赤眼魔法っていうものは違ったということではあるんですが、この右目からこのねアザが出てるっていうところで次右目使ってくるっていう可能性は全然ある気がするんですよ。さっきノエルが言ってた呪符魔法っていうのをバニカは右目を使ってやっていくみたいなね、そんな流れありそうな感じしますよね。なんで次に次回のブラコロで戦う時に眼帯外して右目を開ける、でそれがメギキュラの目みたいな感じになったら、それはそれでなんか面白い気がするんですよね。でアハやるじゃんとかね言ってるわけなんですけど、余裕すぎやろって感じがするんで、でもこれね血液魔法と呪符魔法っていうところで、まあ、血液魔法で回復できるんかなって感じもするんですけど、ノエルロロペチカ合体神技炸裂って感じでね書かれてるわけなんですが、どうなんですかね、これで血液魔法で回復していくって流れなのか、なんかねダンテのあんな感じでブシャブシャブシャってなるのかちょっと気になるところではあるんですけど、まあ、このダークリサイブルに関しては呪いの力でね不死にしているって流れがあるので、自分を不死にしているっていう流れがあるのかどうかっていうところでね気になるところではあるんですけど、なんか回復はね血液魔法で回復するんかなとかも思うし、やっぱ気になるのが今回一番気になるのはこの右目のアザですよね。ちょっとこれ本当に考察一歩近づいてるんじゃないかっていう、ね、気はしますよね。右目に右からの目宿ってて、だってここ目何もないのにこっからアザが伸びてきてるって、なんかそれっておかしいじゃないですか。やっぱ何かあるからこそ右目から出てきてるわけですよね。で最後の最後にこれを出してきてるってことは、やっぱ力を使う時に、まあ、アザが、ね、出てくるっていうのを考えると、次回ワンチャンこれバニカ眼帯外すんじゃないかなってねちょっとね考えたりしますよね。で今回ね初めて見たロロペチカの魔法ですよ、マナゾーンプラスマゲンメソッドっていうね、マナゾーンと術式を使ったらこんなにねすごいことができるっていうところで、今のところねハート王国に来てるメンバーでマナゾーン使える人がいないので、なんかちょっと似てるやつ使ってるんがチャーミンじゃないですか。チャーミンが術式の空間作り出してるっていうのがあるので、あれのねなんか上の感じ上位互換みたいな感じの見えるし、あとはまあノエルがマナゾーンを使えるようになったらこんな感じのものができていくのかなとかね思ったりもするんですけど、まあ、ノエルに関してねまだ術式使ってないんで術式覚えてないのかっても思えるし、なんかこのバルキリードレスの進化を指したけど術式使っていかないの、術式に関してはね覚えてると思うんですよ、さすがにさすがに覚えてるけど、浸水魔法みたいなのは使っていかないんじゃないかなみたいなね、あでまあ動画別でも出してるんですけど、なんかそんな感じなんじゃないかなって思うんですけど、まあ次回ねどんな流れでこのバニカの右目のアザがね使われていくのかっていうのと、この眼帯外されていくのではないのかっていうところをねちょっと僕はね注目して見ていきたいなと
思います。ということでね、今回はこのページ252水の聖戦ということでね、こちらを見ていきました。今週もね、ちょっとここから来る、この最新話から来る考察をね、どんどん上げていきたいなと思うし、ツイートでもねお話しした通り、レオのねちょっと激アツな考察っていうのが生まれてしまったので、そちらについてもねちょっと出していきたいなと思います。ぜひね、皆さんの気づいたところありましたらコメントよろしくお願いします。ということで、今回動画が良かった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。